ガッツリ。小田さん。はい。皆さんおはようございます。おはよう。おはよう。おはようございます。ちょっと小田さんちょっとだけ話あるんで。俺ちょっと来てくれないですか。あ、いいよ。あ、ちょっとさっき一瞬聞きたいんですけど。うん。元カさん、今日ってどのくらいいるんですか。いや、今日はね、明日オフイベがあるからめちゃくちゃはできないよな。めっちゃ短い感じですか。めっちゃ短くはない。まあ22時ぐらいまでは余裕でいきます。あ、多分、うん、いると思うよ。21時とか。おい、元カさん、じゃあ来てください。ちょっと来てください。あ、オッケーオッケー。ちょっと来てください。あ、よかったよかった。まず、よしよし、第一条件クリアした。いや、ちょっとね、話したいことがあって、うん、僕ね、今夢があるんですよ、ボドカさん。ほう。夢があって、でもそれの夢を叶えるには僕ともう一人必要なんですよ。ほう。ここでもう一生のお願いに使うんですけど、うん、漫才しませんか。マジで言ってる。お前漫才考えれんの。マジで。あ、俺マジで考えれます。で、もうなんならもう今日の9時とかにしません。開始9時とかで。確か22時からイベントがあるんで、うん、それまで確実に終わらせたいじゃないですか、やっぱり。確かに確かに。で、俺もう手置きのネタ考えといたんで。おう。じゃあそれ、まあ、めっちゃ軽くですけど、1分ぐらいの。はい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 。で、僕たち、まあ言ったらこのチームで男の、まあ、関西人みたいな。うん、せやな感じで、まあその、なんやろ、やりやすいと思うんですよ、やっぱり。まあやりやすくはある。ちょっと見たことないなと思って、漫才は。ああ、確かにな、見たことないわ。で、ちょっと安心してほしいのが、うん、そんなめちゃくちゃ覚えなあかんみたいな、はいはい、感じではないようにしときました、もちろん。おー、ありがとうございます。負担少なめのね、元カさん負担少なめのやつにしときました、もちろん。あれ、ということはいいですか。いいよ、一緒にやってもらって。いいよ、やろうぜ。やったー。え、やった、マジですか。宣伝とかお願いします。ちょっと待って、ようさ、この VC ラグの間はどうするん。これこれもちろん考えてます。おお。これディスコで全員集まってもらって、もうこれはで全員、他の人はちょっとミュートにしてもらって、俺たちだけ喋るようにして、でみたいな感じがいいんですよ。でオープン VC、 他の人ゲーム内ではしてもらっていいんで、ディスコードだけミュートしてもらってみたいな、ね、できないですかね。 VC ラグはそこはディスコで解決しようかなって。さすがに漫才2人なんで、そう、さすがにね、 VC ラグあったらむずいんで。いや、そうやな、そうやっていこうかなと。もちろんです。いいんじゃない、いいんじゃない。ちなみにそのくだりも入れときました。あ、そのくだりも1分の中に入れてた。そのくだりもちゃんと VCR に合ったネタ考えてきてますよ。お前天才やん。あかん、ハードル上げすぎたら、ハードル上げすぎたら、ボードさん、俺マジでクソ滑った時心配なんで、あんま期待しないでください、うん、ほんまに。オッケー、ちょ、もうちょっと楽屋行こう。やばい、もうみんないる。え、マジ？え、あ、どうやろどうやろ、まだいないかな。みんな足立さんに言ったのか、見てる、これ。結構いる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 。でも誰がやるの、ほんで誰が漫才するんよ。どれの楽しみですよ。この人、このスットみたいなやつが漫才すんの。出てます。袖から見に来た。あれ、ヌスットみたいな、ちょっと画面に来たやって。ちょ、よう、これでもディスコ、これね、ちょっと今から伝えることがあるので、お願いします。お願いします。今からあ、ヨウとボドカの漫才が始まります。それでなんですけど、ヨウとボドカの漫才が始まるの。ちょっとね、このオープン VC 遅延とかって難しいんで、ディスコの方に移動してもらえないでしょうか。なるほど、確かに。はい、それは本格
的なものとなっておりますの で, おりますので一旦あのディスコでミュートでお願いします。はい、はいはい、わかりました、はい、でオープン VC は別に聞いててもいいんですけど、はい、一つだけ注意なのが、はい、漫才中に本当にワイワイさんのツッコミが入ると全てあの忘れてしまうので、あのそれだけ気をつけてください。本当に全部飛んじゃうので頑張って、はい、はい、頑張って、ちょっとプロレイ、笑ってくれるぐらいならとても嬉しいので、とても嬉しいので、あ、わかりました、笑うくらいにしておきます、はい、はい、あ、その笑わない可能性もあるので、はい、その辺は期待をせずに本当に軽く見に来た気持ちでお願いします。ラグビー来るもんね、頑張って楽しみにしてる、ラグ笑いです。ちょ、よう、VCQ 一回か、 VCQ 一回か、いけ、OK、OK、OK、VC、うるせえ。いや VC 結構うるさいわこれ。俺プレイヤーボイス割と下げるわ。あ、ちょっと俺もちょっと今下げようかな。 0.5 ぐらいにした。ボリュームプレイヤーボイス俺もう7、0にしますわ。もう集中できないんで俺。まあ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 、もう笑ってる笑ってへんは、でも聞こえてないと、あの笑ってるとか拍手の時にあれですもんね。え、そうそう、 0.2 か 0.3 ぐらいでやるわ俺。あの 0.3 でいこうかな。うるさいなあいつ。あいつうるさいわ。あいつ気散るわほんま。俺絶対飛んでまうわこれ。やばい。よし行こう。では行きます。ちょっと皆さん静かにお願いします。行きます。はい、どうもどうも、ヨウとボドカです。ヨウ&ボドカです。お願いします。よろしくお願いします。いやーねー、まあ、今日漫才をするということで、おう、まあ、僕も初めてなんですけど、ボドカさん漫才とかしたことあるんですか？いやー、漫才したこともないし、よう分からへんな漫才について。まあそうっすよね。いや俺もしたことないんで、うん、ちょ今日心配やったんですけど、でも俺ちゃんと勉強してきて、ほう、漫才には大事な3つの掟があるんですよ。おー、ええやんけ、そういうの待ってたよ。そうっすよね。まず一つ目がツッコミ。ツッコミね、聞いたことあるやつや。よく、そうっすよね。だからそのツッコミを今日習得してもらおうかなと思って、ボドカさんに。おう。なんで俺がコンビニ店員するんで、客として来てくれませんか？ああ、任せてよ、ありきたりなやつね。その時俺がボケるんで、そこでツッコミお願いしますよ。はい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 、やろうやろうやろう。ほな行きましょうか。行きますね。ウィーン。いらっしゃいませ。すみません、ファミチキ1個ください。あ、わかりました、ファミチキ100個ですね。なんでやねん。あ、死んでまうわ。そのツッコミしたら死んでまうから人ね。あ、そっかそっかそっか。あ、意思持ってた。あんま意思でツッコミする人いないからね。あ、そっかそっかそっか。うん、気をつけなあかんわ。あ、そうやせ。ちょ、もう一回、もう一回やら。あ、オッケーオッケーオッケー。もう俺が言うの悪かったね、言ってなかったから。あ、うんうんうん、ちょっともう一回やりましょうか。もう一回やろう、もう一回やろう。すいません。ウィーン。いらっしゃいませ。すいません、ファミチキ100個ください。あ、それ俺のボケやね。うん。あ、そっか。さっき俺出したボケやから。あ、そっかそっか。ツッコミじゃなくて、ね。むずいわ、むずいわ、ツッコミとボケ。うん、それ気をつけなあかんね、今。ちょ、ラスト、ラスト、ラスト1回やらしてよ。あ、オッケーです、オッケーです、任せてください。もうほんま頼みますよ。うん、わかったわかった。ウィーン。いらっしゃいませ。すいません、ファミチキ1個ください。あ、わかりました。ファミチキ100個ですね。なんでやねん。あ、またしてもうてるわ。あー、そうや、うわ、あー、もう完全に忘れてた。いい、石で殴ったあかんねえな、これ。さっきも言ってたからな。うわ、石で殴ってもうた。うわ、マジ、うわ、ツッコミむずいわ。まあ、そうっすよね。まあ、俺ら素人なんで、ツッコミちょっと、むずいから、でも、あと二つあるんで、ボドカさん。そうやんな。ちょ、違うの教えてよ、はいはいはい、違うの。二つ目が、ボケなんですよ。あ、ボケね。まあ、一回ぐらいはね。あ、ボドカさん、じゃあ、ボケって、聞いたことあります？あー、だからボケってめっちゃ大事なんで、ちょっとそれ知ってます？あー、そっちのボケちゃうわ。そしたらあの老いの方のボケ来てモテるから。あ、お、え、あ、違う違う違う、
あ、違うの？そっちのボケで認識する人なかなかいないからね。いや、もうむずいむずいむずい、漫才むずいわ、もうボケも違うのにしてよ、もうこれ。まあ確かにボドカさんボケもちょっと難しそうやから。いやでも、もう一つあるんすよ、ボドカさん。おお、じゃあそれ出してよ。実は漫才にとって大事なのは、まあです。まあね。このまあっていうのはボドカさん聞いたことあります？わからんな。ああ、まあそっか。まあ確かにまあっていうのは知らないですよね。でも俺ゲームしかやってこなかったからな、そこら辺あんま分かれへんわ。まあまあ確かに確かに。ボドカさんなんか FPS のイメージありますもん。せやな。いや VCR ラストの VC の、まあそれ、うん、あの遅延あるやつね。あー、違うの、うん、みんなあのあれで会話困ってるんやから。2秒ぐらいあるから一瞬焦んねん、あれ。あ、違うねや、これじゃないんか。いやでもね、俺ボドカさんとなら漫才うまくいくと思うんで、こっから10時間ぐらい練習しますか。いや大概にせよ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。と、皆さん皆さんぜひ感想をつけてでも。よかった、頑張った俺。いやこれよかったんかな。え、よかったやろ。反応が分かれへん、 VC チークシャツしてたから。どうやったんやろ。いや、どうでした、本当ですか。すごいよ。めっちゃよかった。よかったですか。面白かった。ありがとうございます、本当に。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おひねりおひねり、緊張した。おひねりおひねり。いやね、そのボドカさんとさっき話し合ってたのが、あの、まあ、ここら辺の地元の住民だけでやると思って7人ぐらいやと思ったんですよ。じゃあ、思ってる倍来て。何やったの、ほんまや。思ってる倍来たよな。思ってる倍来た。いや、これ地域密着型の漫才できてよかったです。すごい、とっても面白かったです。素晴らしかった。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。また来てくださいな。また楽しみに待ってます。はい、新設楽しみにしてます。ありがとうございます。おもろかった。見てくれよな。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いいの、移動しますか。え、移動するか。一回死んだんだ。でも良かったですよね、俺ら。いや、割と良かったと思う。割と、だってあの回数しか終わってないのに、割とね、割と良かった。いや、反応ちょっと分かりづらかったね。 VC がちっちゃいからどれぐらいの反応やったんか分かれへんねんな、これ。そうなんよな。でも俺ら VC ちっちゃくないと絶対集中できんかった。いや、そう、絶対あれでいい。ちょ、むずいわ。いや、でもやってよかったっすね、これ。いや、よかったな。ちょっと、いや、よかった。ありがとうございます、本当に。笑わせれてよかったわ。いや、ほんとそう。いや、マジでボドカさんありがとうございます。いや、こちらこそ誘ってくれてありがとう。よしよしよし、いい思い出になったな、マジで。絶対にあの各配信ちょっと覗きに行こう俺。いや、そうやな。これで全然笑ってへんかったらもう終わりやろ俺ら。地獄。マジで涙流しながら見ることになるわ。